市、高津、大阪のルーキー投与が主力チーム相手に登板しました。まず先発したドラフト1位の岡林は3イニング総投げて1安打3つの三振を奪い、無失点に抑える好投。続く高津は2イニング総投げ、ヒットは3本打たれましたが、要所は得意のシンカーで打ち取る味のあるピッチングで、これまた無失点。そして最後に登板したドラフト2位の大阪も2イニング走ピシャリ。終わってみればルーキートリオが主力チームを完封リレー。日頃ぼやきの多い野村監督もこの3人に関してはオープン戦を前に合格点を出しています。ところで西宮球場のオリックス対ヤクルト戦ではレギュラー取りでピンチに立たされている長嶋一茂がバックスクリーンへ特大のオープン戦第1号ホームランを放ち、野村監督に存在を大きくアピールしています。試合前、ヤクルトの練習を見つめる長谷川の眼差しにはすでにプロフェッショナルとしての厳しさが漂っています。さて、その長谷川、試合の方は1回表ランナー1塁で強打者広沢を三振に打ち取り、4回まで無失点と好投します。ところが5回表、ヤクルトのあの長嶋一茂が放ったセンターオーバーの強烈なホームランでヤクルトが先制点を挙げました。一方、ヤクルトの先発ピッチャー西村も好調なピッチングを見せ、5イニングをヒット1本だけに抑えて、今年も大活躍間違いなしという順調な仕上がりでした。その後、長嶋は9回表にもダメ押しのライト線へのツーベースヒット、ランナー古田がホームインして1点を追加。9回裏もヤクルトはオリックスの打線を抑えて、結局この試合4対1でヤクルトの一方的なゲームとなりました。マウンドに登場した岡林は先頭の清原にいきなりヒットを打たれますが、その後は2回を無失点とまずまずの内容でした。そして3人目の大阪は6回から登板です。こちらも清原にタイムリーヒットを打たれ、2回を2安打1失点。試合は10対0で西武が勝っています。3試合目の登板で最初の6回を投げましたが、今日はチェンジアップをうまく使って5回までヤクルト打線をエラーによる1点に抑えました。最後に連打を浴び、スタミナに不安を残しましたが、まずまずのピッチングで大木監督に先発復帰をアピールしました。7回からはエース阿波野が登板。雨の影響で心たびのマウンドとなり1点を失いますが、後続をピシャリと抑えて気迫を見せました。オープン戦登板チャンスはあと1回、そこで仕上げて開幕に備えます。一方、ヤクルトは先発の川崎に代わり8回から新外人バートサスが初登板。ストレートは最高138キロとさほど速くありませんが、2メートル1センチの長身から繰り出す多彩な変化球が冴え、2イニングを無失点。外投手不足のヤクルトに明るい兆しが見えそうです。試合後に行われた4イニングの練習ゲーム、練習試合なんて久しぶりやなと試合前のんびり語っていたのもですが、マウンドに上がると観衆を釘付けにするピッチング。最高146キロのストレートにカーブ、そしてキレのいいフォークを投げ、3回で奪った三振5個、この見たさに残っていた観衆の期待に応えました。今日一番注目されたのが野茂長嶋の対決。好調友は長嶋に対し全てストレートで勝負。その5球目、141キロの対角球を長嶋がライト前へヒット。その後盗塁も含め、今日のところは長嶋に軍配が上がりました。したい黒田がまあまあ当たんないって言われたんでね、まあ当てたぞみたいな。でも当てにいってるからね、もっと振りたいですよね。昨日野茂の141キロのストレートをライト前へ打ち返して多少は自信が出てきたか長嶋、今日は6回途中から出場し積極的に打っていきます。結果は2打数ノーヒットに終わりましたが、スタンスを工夫するなどして調子は上向いているようです。大栄の期待の星といえば内野倉、こちらも代打出場で詰まった当たりのレフトフライに終わりました。こんな2人のお手本になるのが3年ぶり古巣に戻った43歳の門田。この見事なバッティングはさすがプロ生活22年目、今年も全く衰えを見せずこの時期にきっちりと仕上げてきます。さらに大栄は肩を痛めて去年1年を棒に振ったピッチャー加藤真一が復活、池山広沢に連打を浴びる場面も見られましたが、変化球のキレ、コントロールともに一昨年12勝を挙げた当時の勢いが戻ってきました。6回を投げて2失点とまずまず、去年は壊滅状態だった大栄投手陣も徐々に駒が揃ってきました。待って、巨人の2番手水野から新井が打った瞬間入ったと分かるツーランホームランであっさりと逆転。押せ押せムードのヤクルト、ツーアウト2塁となったところで今度は絶好調の池山が第5号のツーランホームラン、これで勝負あり。
そしてとどめはこの試合8回の守りから出場した長嶋のレフト前ヒット。強いヤクルトオープン戦とはいえ対巨人戦2連勝です。ヤクルトはオープン戦3連勝8球の勢いヤオス内藤か、あるいは今年2年目にもかかわらず落ち着いたピッチングの西村か。という通り構えにも落ち着きが感じられる長嶋、今日の第2打席インコースのストレートを鮮やかに捉えてオープン戦第3号のソロホームラン、パワーを見せつけレギュラー取りを大きくアピールします。守備の方は取るまでは軽快でしたが悪送球でエラー一つ、こちらはご愛嬌といったところでしょうか。さて日本ハム先発の角はフォークボールを低めに集めて気迫十分のナイスピッチング、長嶋のホームラン以外は内野安打1本に抑え完投、去年一勝も挙げられなかった悪夢を振り払い今年の先発ローテーション切りに名乗りを上げました。ヤクルトはドラフト1位ルーキー岡林が1軍切符をかけて最終テスト、立ち上がりいきなりフォアボール3連発でピンチを招きますが、これを切り抜けるとようやく本来のピッチングを取り戻しました。低めに変化球を集め5回をヒット1本、開幕1軍を確実にしています。中盤からバッティングの調子を崩していたヤクルトの主砲広沢に初回いきなり14試合ぶりのオープン戦3号スリーランホームランが飛び出しました。力みすぎて崩れていたフォームをまだ矯正中ですが、タイムリーツーベースを放つなど今日は2安打4打点の大活躍、ようやく上り調子になってきました。ただいま絶好調の池山も6号ツーランを含む2安打3打点、2人の活躍でロッテの開幕投手候補小宮山から大量8点を奪いました。さてこのオープン戦ホームランを打った翌日は2回とも全くいいところのなかった長嶋ですが、今日は気合い十分、しっかり振り切る思い切りのいいスイング、強襲ヒット1本とはいえ投手は確実に上向いています。投手陣でもヤクルトは新外人のバートさんがいいピッチングを見せました。2メートル1センチから投げ下ろす重いストレートに変化球をうまく低めに集め5回をヒット2本の無失点、左の貴重な戦力として先発ローテーション入りの可能性も出てきました。先発神宮のヤクルト日本ハム戦は腰痛で出遅れていたヤクルトの新外人レイがオープン戦初登場、しかし2回回ってきた打席はいずれもタイミングが合わず内野ゴロと開幕にはちょっと時間が足りないようです。これに対し開幕に向け万全の体制が整ったのがヤクルトの2人のオープニングピッチャー候補、川崎が5回を投げて1失点、一方内藤は4回を投げて5つの三振を奪って無失点と2人揃って開幕 OK を口にしました。試合はオープン戦では異例の延長戦となりましたが、ヤクルトが10回サヨナラ勝ち、日本ハムはオープン戦史上ワーストタイの13連敗を喫しています。臨港芝に小雨が落ちて肌寒い千葉マリンスタジアム、ロッテの先発は今年7年目の宋、これがオープン戦3試合目の登板です。今日の宋スピードは今一つでしたが、ストレート変化球ともキレが良く1回にはヤクルト新加入のレイを打ち取ります。続く2回には古田を三振、4回には池山を三振、5回83球をワンヒットピッチングでほぼ完璧の仕上がりです。一方打線では今シーズン期待されている4年目の堀、痛めていた脇腹も治り今日ファームから上がったばかりです。代打で登場した2回鮮やかなヒットでランナーを返します。堀の3打席目は6回ランナー2人を返す殊勲の一打を放ち、この試合3打数2安打の活躍でした。8回から登板したロッテ3人目の平沼、2回30球を投げて打者6人で4三振、走に負けじと完璧のピッチングを見せました。